まり、もうそれはどうしようもないくらいに暗い場所、誰もが誰もを見下してる、自分のことすら見下してる。生き生きとしてるやつはなんでこいつこんなことのために生き生きとやってるんだ。サボってるやつはやっぱりこいつはクソだな。そんな目線が痛かったよ。そんな中でもね、なんとか意義を見つけようとした。でも全て無駄に終わったのかもしれないね。あんな底辺じゃ将来なんてないしね。そう思ってたよ。今考えても何してたかわからない。10年以上やった。地球アップしたよ。30円アップしたよ。それで喜んでた俺は。何をやっていたのか自分でも未だによくわからない。でも全て無駄だったとは思ってない。いや、あるかな、無駄じゃないとは言えない自分がいる。役職あるやつも誰もあの店を愛してたやつなんていないのかもね。文句ばっかり聞かされてさ。ああ、やっぱりここは底辺だ。ここはブラックだ。入ってくるやつの質も悪ければ残ってるやつらもそう。なんでやってるの、なんでやってるのって聞かれたらね、黙り込むしか僕にはできませんでしたよ。なんでそこにずっといるの、わからなかった。僕はそれしかできなかったし必要とされていた。代わりなんかいくらでもいるかもね。人手が足りない、誰だってよかった。その時間だけそこに存在していればわかるよ、わかる。みんな元気か。 We can fly、たくさんのことを覚えた。一生懸命やった気もするし、そうじゃなかった気もするよ。マニュアルが用意されててさ、それ通りにやるんだよ。ピンポンって鳴ったら体が勝手に動くようになるのさ。音が鳴ったらオーダー取りに行くまで制限時間は30秒。でもすぐに取りに行っちゃダメさ。それじゃ店は回らない。ポテトでも何でも運びつつ行かなきゃ。26に持ってって残りの10秒で17のオーダーを。もう次の料理が出てるかなって思いながらオーダーを取りつつ下げ物を見渡す。あれを一つでも持って帰って片付けを一瞬で済ませて、メインの料理を27に持って行き、振り返ってみればドリンクバーが完全に崩壊してる、ジュースが切れてる、コップもなくなってる。氷を補充しながらコップを出してジュースを交換。ピーク時はだいたい毎回こんな感じ。仕事をした後のね、充実感それなりにあったよ。笑顔を見れたらいい気分になることもあったし、心地いいチャリでの帰り道、なんとも言えない労働の後の幸福感。戦争みたいになるんだよ飲食店ってね。人が足りてないから何人分も動いた。限界まで汗かきながら動いて、ただ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 走り続けたよ。険しい顔になってたかもね。少しはイラッともしたし、とんでもなく忙しい中クレームがついた時、その場を切り抜けるだけの適当なことも言った。この込み用じゃ新しく作ったら20分はかかる。そんなこと分かってたはずなのに、ついね、言ってしまうんだよ。すぐに作り直しますって言ってしまうんだよ。時給800円でさ。 We can fly、 We can fly、 We can fly、 We can fly。みんなどうしてるかな。好きだったよあの店が。少しは良くしようと思ってた時もあった。少なくとも今現在必要とされているんだ。そう思っていたんだよ。どうでもいい思い込み、この役割を果たそうってそう思うことでしか、そう思い込まなきゃ熱が込められねえじゃねえの。それは勘違いかもしれないね。一人芝居、勘違いでも何でもすがるしかなかった。ナイトの静けさ、ミッドナイトの静けさ、締め作業が終わった後のガランとした店、見渡すと一人こくりこくり寝てる。ドリンクバーも取らず寝てるお客さん。そんな誰も来ない真夜中にキッチンと1対1で交わす会話がさ、楽しかったよ。真夜中だからね、一杯のコーラを拝借して飲んだ。そんな時もあった。店長は何人も変わっていった。俺以外の景色はどんどん変わっていった。俺はその店にいた、たった一人いた、ファミレス人間。 We can fly、
裁かれてきたね。何度も何度も思った。お前らに分かってたまるかってね。中国人やベトナム人なんかと一緒にやってましたよ。空気より重いガスが道路を張っていくような日々。でもね、かけがえがなかったんだよ。あの働いた日々、何にもならなかった日々。たくさん見た人や言葉や体を動かしたことや読んだものや感じたこと、いろんなものが全てかけがえがなかった。あの子がレジに行っている間、俺がオーダーに行ける。よかった、あの子が仕事を覚えてくれて。シフトに入れるようになったら俺もゆっくりできるかな。図書館にでも行って本でも読みたいな。クレーマーに傷つけられた女の子の話をずっと一晩中うんうんって聞いたりもしたな。このサービス過剰の日本国じゃ店員に人権なんてまるでありませんよ。いつの間にか心は粘膜みたいに弱々しく敏感になっちまって、近づいて少しでも触れられるとさ、やけどみたいに痛くて立ち直れなくなるから。誰も近づくなって、ハリネズミみたいになってた。トゲトゲしくなって誰も信じられなくなってた。卑屈な笑みでその場をやり過ごしたりもした。でもあの日々、今でも思い出す、あの日々、かけがえがない、かけがえがないって思ってるんだ。笑わせる、虫歯が走る、内情はそんな美しいもんなんかじゃねえ。コーミーファニネス人間、コーミーワーキングワー、コーミー